どうも、映画大好き VTuber の床屋もこです。この動画では、映画が大好きなバーチャル OL 床屋もこが、みんなと感想を語りたい映画を、前半ネタバレなし、後半ネタバレありで紹介していきます。床屋もこの映画100本ノック、115本目の映画はこちら、モンスターハンターということで、この作品について語っていきます。いやー、不死身のミラ・ジョボビッチさんが暴れ回る豪快なモンスターパニックアクション映画でした。すでに見た方はぜひ感想を語り合いたいのでコメント欄に書いていってください。この作品はゲームの実写化作で、ポール・ W.S. アンダーソンさんが監督、ミラ・ジョボビッチさんが主演というバイオハザードコンビによって作られた作品ですね。あらすじとしては、軍人たちが砂漠で行方不明になった部隊を捜索するうちに、嵐に巻き込まれてモンスターがいる異世界に飛ばされてしまい、ミラ・ジョボビッチさん演じる主人公が元の世界に帰るために戦うというお話になっています。感想としては、そっちかーという感じでした。あらすじの通り、お話の中心は狩猟生活をするハンターたちではなく、ほぼ不死身の女兵士なんですよ。彼女の異世界転生ストーリーになってるんですね。なので、ゆるりとギルドでハンター生活をするゲーム、モンスターハンターの実写化というよりは、モンスターハンターというゲームから着想を得て世界を展開した映画だと感じました。さらに、異世界転生の背景はそこまで深くは説明されないので、ストーリーを楽しむというよりは、ド迫力のアクションを楽しむタイプの映画だと思います。このことに気づいてからは、なるほどとなり、ぶっ飛んだド派手で豪快なアクションを純粋に楽しむことができました。モンスターは超迫力があったし、異世界の砂漠っぽいフィールドの壮大さも良かったです。主人公と砂漠で出会った言葉の通じない男の言葉を使わないちぐはぐなコミュニケーションも面白かったですね。ミラ・ジョボビッチさんとトニー・ジャーさんの喧嘩が長すぎたり、展開にはちょっと突っ込みどころもあったけれど、細けいことはいいんだよという豪快さのある映画でした。モンスターがでかくて結構怖いので、そうか、私はこれと戦っていたのか、と思い出したりしました。私自身が一番よく遊んでいたのがセカンド G だったので、PSP でプレイしてたんですよ。なので、このモンスターをね、小さな画面で見てたのかって思うと、でっかい画面で暴れ回るモンスターを見ることができて、とても豪華だなぁという気分になりました。新作のモンハンも遊んでみたいなと思います。ということで、この作品の評価は星 3.5。気になる方はぜひ、一狩り行ってみてください。ここからはネタバレも含むお話をするのでお気をつけください。とにかくね、久々で見た映画がこの作品だったんですけど、いやー、これがハリウッドだなーなんて思いまして、昔見たハリウッドって感じの超絶アクションが本当に楽しかったです。アトラクションのような楽しさがあったので、肩の力を抜いて楽しめると思います。ただ、序盤ね、虫が出てくるんですけど、虫がめちゃくちゃ苦手という方はちょっとね、警戒した方がいいかなと思いました。結構怖くなかったですか？私は結構あれが怖かったです。それにしてもですね、ミラ・ジョボビッチさん、不死身っていうのがなんかハリウッドの共通解釈なのかなとか思いまして、ほんとね、ちょうど勤労でバイオハザードを見た直後だったので、まあ、より強く不死身感を感じてしまったんですけど、マジでかっこいいですよね。絶体絶命のシーンをもちろん生き抜いて、中盤では脅威の環境適応能力を見せ、最終的に完全にハンターの顔になっていました。強い。私も強い女になりたいですね。うん。なんかそんなこと思いながら見てました。私が個人的に見たかったものとしては、もっとね、他の武器を持ったハンターたちの活躍とか、まあ、終盤ね、トニー・ジャーさんとミラ・ジョボビッチさん以外のハンターたちも少し出てきましたが、まあ、彼らの活躍をもっと見たかったなというところと、個人的にはまあ、リオレウスと戦うのに炎属性の武器だったとかね、ちょっと気になるところもあったんですけど、武器周りね、もっといろいろ見たかったと思ってしまいました。ちなみに私は、太刀をね、よく使ってましたね。それから、あと、他のハンターたちのこの生活みたいなものをもっと見たかったんですね。なので、まあ、後半の部分をもっと掘り下げて長く見たかったかなと思ったところです。で、アイルーがね、出てきたところはちょっと嬉しかったですね。なんか私、お供アイルーめちゃめちゃ大事にしてたので、もう、懐かしいっていうね、すごいこうワクワクする感情になりました。でちょっとふてぶてしい表情をしてるのがまた良かったですよね。あと、上手に焼けましたの部分ね。あの部分、もっと見てたかったですね。出てきたところは嬉しかったんですけど、どうせならあの曲も聴きたかったというか、なんか、そんなことを考えてたりしました。そして、ラストの展開で、これ続くのって思いまして。続くんですかね、これ。いや、
なんか謎が残るというか余韻のある終わり方だったのですごくワクワクしました。まあ、今後もね豪快な作品作っていってほしいなと思います。ということで今回はモンスターハンターという映画について語ってきました。私の100本ノックまだまだ続いてまいります。4月中は毎日行動としまして毎日動画の投稿や配信をしておりますので、ぜひぜひ、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。感想のコメントもたくさん待ってます。ということでまた次の動画配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。モンハンやりてー、モンハンがやりたい、うえ我慢だ。